よしこさん、後ろにいて。作った時の感想は？結構難しくて、まあ全部では9マウスぐらいかかりました。これ 3D なの？はい、3D だけど中は完全にハロー。どうやって作ったらいいのかわからないわけね、これ。普通の人は、もう全部もうマップがあるし、マップがあるの？うん、これをどれがどれかっていう、これはもう全部ピースはコンピューターで作られてるから、マップでレイアウトされて。これだけ見て作るの？はい。するとインストラクションもあるし、どれを最初に作ったらいいとか。すごい細かいよね。パーツの数はいくつあるの？1077。じゃあこれを YouTube に載っけとこうか。